Could you tell me something about your movie and yourself? 私は原田裕二です。青春エッジシリーズという少しアダルトなドラマのシリーズの一本で、生きる子の証明、英語タイトルがアンラッキーガールという映画の監督をしました。How was your film received in Japan and here? Were there differences? Did you speak to people after the screening? 日本でも、まあ、日本では下ネタが多いんで、下品な内容なんですけど、でもまあ笑える映画になってるっていうのがそういう反応でした。で、昨日上映して、日本のユーモアとオランダのユーモアがちょっと違うから笑えないところもあるって言ってました。 When did your passion for filmmaking start? 高校を卒業した後に映画の大学に行きたかったんですけど、受験に失敗して普通の大学に行って、まあ、その時からやりたかったんですけど、普通の大学行ってで卒業してからもまだやりたい気持ちがあって、自分でシナリオのスクリプトの夜の学校にちょっと行って、それから自分でカメラを動いて映画撮るようになりました。 Is it your first time abroad? And what's your impression of Holland?海外は今年から結構他の作品でも、短編の作品でフランスとか、あとドイツと、あとイタリアと韓国に行ったんですけど、この日本よりも映画に対する熱がヨーロッパは高いので、オランダもそうですし、結構感想ももらえるんで、日本だとあんまり見終わった後にこれダイレクトに反応が得られないんですけど、こっちはもう見てる人がこう反応してくれるんで、上映しててもすごい楽しいです。なんか一般的なオランダの印象とか、オランダに来てまだ3日目なんで、まだあんま分からないですけど、でもみんな人は優しいし、特に映画とかアートに対する関心が高いので、とても刺激になります。 OK, thank you very much. Thank you. ありがとうございました。